これ出ないんだけど そう、なんか1型一緒に丸が向いてそのまま送ったついでにちょっとだけみんなのレッスン見て帰ってきたそう、おせたまです。あ、一緒だ。あのさ、今年もたくさん来てくれると嬉しいって言ってた。お、オッケー、いっぱい来ます。たくさんいただいたのでまだまだ来てないのあるしそう、匂わせではないんです。実はもう先に言っとくと、ゆいたの卒業公演は出ないんです、残念ながら。私も出たかった。そう、匂わせではなくて本当にレッスンを見に行ってただけです。そうなんですよ。あら、残念、残念でしょそう、見学は今確認中。12月22日仕事だと、わー悲しい。でも次会える時に次の時に待っとるね。ありがとう。同じポジションなんです。生卵派です。あ、分かれたね。生卵はね、あんましたことない。温泉卵派なんだよな。そう、丸亀製麺の温玉変更できるの知らなかった。本当に温玉美味しいよ。そう、祖国一国と近づいてるんです。ゆいたの卒業が早いですね。おいら倍席で見ますか、やばい見学行きたいけどね。温泉卵、はあ、温泉卵の方が多いかな、ね、銀河クルーズ当選しました。わあ、決済しました。わあ、ありがとう。また会えるの楽しみだね。この間の時に応募したって言ってくれたもんね。会えるの楽しみにしてるね。来月は意外となんか予定がいろいろありそうです。なんです、ナイトクルージング何度も言う超楽しみにしてるじゃん。私もなんだけどそう、温泉卵美味しいよね。すき焼きとか最近食べてないやそうなんですよね。来月、今月末と来月はそう頑張らなきゃいけないことが意外とあった。びっくり。特に来月かもしれない。いや、でも今月末もかな。来月はでも、どうだろう。頑張らなきゃいけない。奥田と話したい。私も話したい。そう、明日行ってきます。聞かれたことなかったから、常に生卵しか知らなかった。本当？でもこの機会に知れたから、温玉にしてみ。美味しいよ。そう。特盛りうどん2杯与えてないよ。特盛りは1杯だよ。一番大きいのしちゃった。今日はそれ以外ご飯食べてないや。そう、丸亀に行ってきたよ。お、一緒じゃん。温玉派。丸亀行ったことないけど。行ったことないの？本当？今月そう大変は、早めに課題を仕上げないといけない。明日明後日のうちに仕上げると楽かなって感じ。3つ目来た。お、よかった、よかった。そば生卵、おお、明太釜玉炒め、おいしいよね。一眼レフで撮るの楽しみすぎ。お、当たったのですね、嬉しい私も顔整えていかないと。今日起きたらさ、なんか私天気が悪い日になるとなぜか肌が荒れやすくなるんよ。お鼻にさ、プツプツしてさ、もうショック。頑張って直します先週は丸亀行ってきたよ。四国に行って丸亀行くのおもろいねいいじゃん。そう、牛すき、わ、おいしいね。おいしいよね、丸亀。おいしい、好き。白身のドロッとしたとこ苦手なの。あ、わかるかも。私もそれはあるよ。そう、そう言いつつ、そう、月末になっちゃうんです、私そう、かけうどんなめ、あ、私もよく頼む。そう、てことで言うの、肌にた天気予報やばい。そうなんよ。だから天気悪い日は肌荒れやすくなっちゃう。敏感肌さんなので。そう。なんか丸髪帰宅中帰宅中の人いた。温玉で試してみます。ユニアは混ぜてもらわない派？混ぜてもらう。え、聞かれた時は混ぜてもらうけど、特に聞かれなかった時はそのまんまです。いまだに1日行ってない。お、来月行けるんじゃない来月行っちゃえば。
そう、肉盛り混ぜ玉うどん、いちごが食べとったやつかな、いちごが今日食べとったやつかもしれん、もしかしたら。そう、きしめん食べたいからどうしてもどんないな。ああ、なるほどね、美味しいね確かに。来月も東京出張行けない、うわっ、もう来年になるんじゃないそれは。来年になりそう。明日はね、意外とね、なんか予定最初入ってなかったのに、なんか一気にこれが来て、あれが来て、これも来て、これも来てみたいな感じで、明日は結構予定が詰まってるんだけどね。そう、多分帰ってくるのが9時以降になると思うんだけど、そう、帰ってきたらね、みんなに話したいことがあってね。そう、明日の夜は絶対に配信に来てね、怖くはないよ。怖いことではないから安心してね。そう、家には専用カード作ったよ、気づいた。嬉しい、あの私の誕生日の時のツイートの写真がアイコンだよね、わかる。1日は他のメニュー食べたくても、そう、釜揚げ一択になる。そうなんよ。そう、柏店好き、かき揚げちくわ、おお、いいね。雨の日はくしゃみ出る、あ、ちょっとわかるかもそれ。そう、ナイトクルージングしかしません。そう、名古屋出張公演行きたいね、いつか。そう、そんなヒヤッとしないで、全然大丈夫なお知らせ。全然大丈夫なお知らせ、嬉しい、嬉しい、うーん、難しいお知らせ。でもみんなが一番恐れてる、そう、卒業とか活動休止とかではないから大丈夫だよ。そう、全然安心して、ついにいちごとそうでもない。違うよ。でも明日の夜は配信来てね。そう、明日の今ぐらいの時間かな。ゆいたん軽い感情ポストだった、そうだったね。そうだったね。でも難しいね、写真集でもないよ。でも明日は、そう、明日はあれだよ、結婚報告でもない。違うよ。でもみんなにそう話したいことがあるから。そうなのよ、絶対来てね、約束だよ。そう、多分私が配信始まるよりも前に何を話すかは多分何かしらで分かると思うんだけど、そう、嬉しい、留年でもないよ。留年しないよ。そう、いちごとなら祝福します、やばい。でも嬉しいもあるけど、嬉しいもあるけど、ちょっと頑張らないとなっていうこともありますね。まあ楽しみにしといて。でも本当に悲しいではないから大丈夫、安心して。そう、もう何かしら、そう、まあ明日の夜の配信は来てくださいって話ね。そう、結婚のこと出しするって言ったじゃん、やばい。そう、定額でもない、高校でもないし、卒業でもない、大丈夫だよ。そう、そう、あの、ご祝儀をして、やばい。そう、四国県人と踏んでます、やばい、踏んでます、やばいね。ゆいたんがいなくなっちゃう、舞台でもないよ。でもそう、頑張らなきゃっていう感じだから、みんなにも応援してもらいたいから、明日は待ってるね。そうなの、眠れなくなる、寝て、本当に全然大丈夫だから、大丈夫、噛み切るでもないよ。まあ何かはそう、明日までお楽しみです。そう、ソロコンサートでもないから、違うから。そう、気になって、夜もぐっすり眠れます、よかった。それならよかった。そう、明日には分かってる。そうなの、可愛い写真いつもメールで送ってくれてありがとう。イエー、こちらこそ撮ってくれてありがとう、メール。
そんなよそんなよ。明日は夜10時まで仕事だった。マジマジ。じゃあまあでも何かしらでわかるはず。そう、合わさだではないよ。違うよ。中途半端ほど書いてあったコマで難しい。ああなるほどね。難しいね。まあ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 大丈夫、本当に怖くないから大丈夫だよ。でも夜はそう配信来てね。本当に大丈夫。あれですか、いや知らん、やばい。配信前に何かしらあるかもしれないね。そうだね、楽しみにしてね。うん、そう、イチゴがしみに泣いてたら差し出すね。大丈夫だよ、そのこと言ったら明日ユニアしか考えられないじゃん。いつもそうでいてよ。そう、ちょっと大変だと思うけど頑張りましょう。ポニーよき、やった、久しぶりに縛ったんよ。いいでしょ、たまには。KLP にお移籍しません。刺しました、多分やばい。名字を北沢に変更します、やばい。北沢ゆいな、やばいよ。北沢ゆいななんかいそうだけどさ、奥田いちごはいなそうだよね。いなそう。いちごって名前は珍しいからね。そうそうなの。テレパシー受け取れるのでも、すごい。ただただ準備しときます。申し訳ない、申し訳ない。お母さんからやめるのって来た。母親に言わずやめるか。やめないよ。そう、大喜利盛り上がってきたのやばいから。そう、クレーンゲームやめなせんけ、できません。久々になった僕さんどうしたらやばい。やばいやばい。確かに奥沢うちはせっかくね作ったのに。お母さんから連絡来ちゃった。今度ご挨拶。途中で消えちゃった。そう、消えちゃった。ママが代わりに加入やばいから。そう、まだいてください。うん、いる、全然いる。そう、安心して、安心してね。ですよねって来たお母さんから、やばい。そう、明日は配信集合です、集合です、集合集合集合。お引き団長じゃない、ママに押します。またママに押しが増えた。そう、ママさん加入しない、永遠の17歳、やばい、私より年下やん。そう、お母さん楽しんでる。そう、ママ、ママ、お母さんに相談なしで。なしではやばいね。今なんかに、うわ、それは私も待ち望んでること。そうそうだね。芋っちゅうだけ、もう私は加入してほしいよ。でも本当に怖いお知らせじゃないし、安心してほしい。大丈夫。何時頃、今の時間ぐらい、今の時間ぐらいだと思う。今なんはお会いしたことないね。リア充の妹とかはあるけど。そうそうなんですよ。ソロデビュー違います、違います。でも今月と来月、来月頑張らなきゃね。あの落ち着きのなさ言ってたら、あらやばい。落ち着きのなさやばいね。
24のチャートリックはいいな、行くんだ。私24は予定ありますね。行けない。メンバーの妹、妹になりやすい。そう、リエチの妹は妹だったし、リアチューの妹はなんだっけ、妹中で、ユーナの妹はイモなんやばいな。私でも弟だからな、私は弟。音にゃん弟のこと音にゃん。なんだろう、いちごだったらお兄ちゃんだからさ、鬼ごいちご鬼ご、それはまた違うね。そう、難しい。ご両親どっちに、どっちにも似てる。そう、公式甘さだ、違うから。そう、音にゃんかすに、かすに言うね、かすに言う。かすみのお兄ちゃんはかすにだわ、確かに。男の子だからね、にゃん似合わんね。兄沢か、いちごのお兄ちゃん兄沢か、なるほど。サッチーってお兄ちゃんいるよね。おにっちおにっちとかかな、おにっち。東京ドライとかカスやばい人に違うんよ。でもカス兄は私お会いしたことがあるんだけど、カス兄は優しいよ。カス兄優しかった。カスミンちにバーベキューで行った時に車を出してくださって、優しかったですね。そう、足にされてました、3期生の本当にありがとうございますって感じ。ジョージです。おにっちやばいね。そう、親方さわよやばいそう、クレーンゲームとしてマーク出演、違うよ。来月も義務変われそうじゃないかもしれないね。意外と帰れないかも。生誕が2回あるからね。もしや今年はもう帰れない説。そう、カス兄はカスミに似てるよ似てるわ。そう、一緒に鬼ごっこ、そう、カス兄とメンバーとで鬼ごっこしたね、なぜか。そう、先に帰ったミンポ送ってたつか。そう、優しいよね、カス兄。そうなの、いつまでたってもそう、牛タンメン食べれん。確かに今年ユニアル岐阜行ってるかも。私今年は1月と6月に帰っただけだから、3回以上行ってたら私より岐阜行ってるかも。そう、今年の年末年始は、本当に体調崩さないようにしなきゃだよ。そうだよ、いちごがいるから大丈夫よもうセットになってる。代わりに帰省やばいからカスニーやばいよね、超スペイブやばいカスニーおもろいな。簡単は心配しすぎた。私は体調よくしんと、もうでもほぼ咳出ない。今日一日で数回出たぐらいだから、もう今はだいぶ体調いいし、年末はね、去年とは違って元気に過ごしたいね。これなんか振りできそう。よくやる。そう、だいぶ良くなった。本当に良くなった。そうなんよ、鬼ごっこ。そう、妹をメンバーにするか。妹なぜやばいそう、帰ってこないと帰らフルーツ大学楽しむ。いいな、私も食べたい。でもお母さんが栗きんとんを送ってくれるみたいで、今度それがあるもんそう、幽体離脱。悲しいバイトは全然違うよ、寝てなんかいなくて起きてるでしょ。瞬きをしないから怖いね、ちょっと。そう、ユニア抜かそうかな。今年大食い2回行った。うわ、一緒やん。今
ジョージがジョージにと書いてやばい。ジョージジョージジョージ。栗きんとん。岐阜の栗きんとん。美味しいよ。もんまる美味しかった。わ、いいな。私もなんか今甘いもん食べたい気分なんよ。いいな、いいな。そう。夢に出てきたのは昨晩一人しべり。わ、夢に出てくんのいいね。そう。栗きんとん。栗きんとんの箱作ってるよ。そうなのそうなの、川上屋だっけ。そうなん、大垣近くの、うわなんていうんだっけ、意外と岐阜でも分かんない一面あったりするよね。岐阜で難しい一面ねあるよね。いちごの配信は泣いてないかな。泣いてない、大丈夫だよ。そう、あ、出身の人いた。アンパチ、アンパチ、アン、アンパチか、うん、アンパチでした。カンパチみたい。アンパチ出身の方いる、すごい。なんか今まで県内のファンの方がさ多かったわけではないからさ、ね、びっくり。県内のファンの方が増えたらめっちゃ県内の話が出る。ジョージもいる、そういる。栗きんとんラングドシ食べながら、わ、いいな、いいな、アンパチ近い。おお、岐阜に佳子様がいらっしゃったの。そうなの、そうなのね。カニとかね、うん、確かに読めない字が多いね。地元のファンの方増えるの嬉しいね、すごく嬉しい。私いな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 いば、オーディションの時より岐阜周辺の確かにファンの方増えた、嬉しい。岐阜の方もいらっしゃるし、愛知の方とか三重の方とかもいらっしゃったり、滋賀の方がいらっしゃったり、嬉しいね。喜びの舞、ウェイ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 、羽島乗ったことないね、新幹線。いつも名古屋から乗るね。そう、おつまみ岐阜県にいっぱい増えたらいいな。わーい、わーい、大体羽島から乗ってる。おお、本当、私羽島乗ったことないよね、実は。ないですね。ST48 ショーケースライブ、いよいよ始まった。この間の僕隊、東京公演の僕隊でね発表されたの。始まったね。学生スタンディングエリアがあるんだ、すごっ。今日から待ち受け育児も始まってるのかね。始まってる、待ち受け育児。この写真私まだ送ってない気がする。送ろう、なんかないかな、期待して。それより前だからどこにあるかな、写真。
この時面白い写真ある。帽子がこれね超大きかったよね私の衣装。タラタダーン、ほい、こんな感じ。衣装は素敵。帽子がね超大きくてね厚底だったからねめっちゃ身長大きい人みたいになってた。そう、かわいい。やった。なんかこの間のさハロウィンのなんかイベントみたいな、あの安住さんとかくるくるさんとか出られた時、あの時の衣装と一緒だね。その時に安住さんが着てた衣装でね。そう、あ、そう、福山だ。福山で安住さんが着てた衣装ですね。かわちい。全身写真見ればねわかるんだけど、すごいよね、超高いよね。もうすごいすごい。ほらめっちゃ厚底だし帽子もめっちゃ大きいよね。安住さんも大きくなってた。あれか、あれくるくるさんが着てた、あ、アリース衣装かわいかったね。いいよね。なんか全体撮影で3ヶ月分ぐらい一緒にね撮るんだけど、この時は何の髪だろう、途中で髪の毛変更する時とかってあれメイクさんにしてもらうんだけどさ、ちょっと顔が怖いんだけどさ、めっちゃ顔が怖いんだけどさ、だからこうやって泡をねつけてね、そうヘアアレンジするんですよ、また変えるんですよ、顔が怖いそう、アバアバになります。一回こうやってアバアバになる、ほら見て表情やばいでしょ、顔が怖いことになってる。一回ね、あわあわになるんです、こうやって。これが面白くて写真撮っちゃった。そう、そのタイミングで撮ったのやばいね。サイコパス感ね、やだ、それは写真残す、やばい。じゃあこれはこういう顔になってるから、ちょっと顎を引いてこういう風に見てるから目がめっちゃ三白眼になってんの、だからちょっと怖く見えちゃう怖いね、この写真怖い。そうなの、ホラー映画やばい、録画音にしたら絶対やめて、やだ、そう顔怖いからあれそう待ち受け用に、やだあんなの可愛くないよ。170ぐらい、あったかもしれない、あったかも本当に。そう、割と精度表情恥ずかしからず出してくれる、やばい。表情か、全然マジで変な表情してるの全然あるよ私。ちょっと怖いかもしれないやだね、やだね。このあとねみんなで集合プラスヒーターでみんなでびっくりドンキーってるわ、写真見てたらやっぱこれ高いよね、身長超高く見える。そう、貞子やばいアルガワケースラジオの時よかった、やばい。バズエのジェットコースター、うわ懐かしいね、懐かしい。 X の待ち受け変えた、見た、変えてくれた。私あれの背景にね人が映っててね、消さないといけないの、モザイクか消すかしないといけないんだけど、いつもはモザイクでペパってするけど、あまりにも面積が多すぎて
消すと不自然な感じになっちゃうから、消しゴムでいっぱいイエイエイエイってやったけどめっちゃ不自然になっちゃったから、今日のおはようトークの左上の辺見てほしい。めっちゃなんか不自然だよ気づかれてたけど、そうそうなの。大体顔だから、そういう写真自分あるからやだ、可愛くないじゃん。そうそう、計画通りって吹き出しでテックスアップしたらバズるわ、絶対バズるよそう、加工の後館内あったでしょ。そう、消しゴムでね、消さなきゃって思ってピピピピピピってやったら、そう、上手にできなかった、加工技術がなかったです、私には。そうな、ユニア会議で気づかなかったセーフ、セーフなのよ、私の、私はこういうことは言っちゃうからバレちゃうんですね、アホですね。そう、モニモニあって消したのに、残念残念、上手にできなかった。見ればわかると思う、わ消したなって。そう、 X でバズるか、今までの投稿で一番バズったのなんだろう。でもバズるのもさ、バズるでインプレッション数だけがいっぱい伸びる時もあれば、コメントとかいいねとかいっぱいつく時あるけど、個人的に一番自分的に納得したのは、納得というか一番あ、この投稿いろんな人に届いたなって思ったのは SKE さんの劇場行った時かも今度は公演入れたらいいな。そう、消しゴムマジック欲しい。そう、難しいんよ、もやもや雰囲気出てる、本当北野ルカさん、え、バズってたね、写真集の、今度卒業しちゃうユイタの推しだよね、かわいそう、ギャラってせる演出だと思ってた気になっちゃってね、消したけどあんまり綺麗にできなかった、なんと思わなかった、本当。そう、普段あんなにそうことしないけど、基本モザイクでどうにかするけど、面積広かったから消しゴムでピーってやったけど、あんま上手にできなかったね、難しいです、とても難しい。消しゴムすごいよね、消しゴムマジック。そうなの、27のねフルネーム、お、そうなの、オッケー、気づかかりします、してほしい、私より多分みんなの方が上手にできると思う。そう、アイマックの日のいつもより良かったわ、嬉しい、いろんな人に、いろんな人に届いたんだね。いや、みじゅが止まらない、いちご病んでるの、どうした私がやめるわけではありません、安心してください。どうしたの、いちご、多分今頃私の配信を見てる人が一時的にイチゴの配信を見に行った後ではありませんか。フェスで緊張してんのかなそう、イチゴもなんかぬいぐるみ抱っこしてる、一緒じゃん、一緒じゃん、一緒だね、イチゴは大丈夫なのかいやいや気やばいどうした、どうした、いちごの持ってるぬいぐるみは持ってる、あれ私が取ってあげたやつ、君まろってやつ、私が、ああ取ってあげたんよね、そう、そうなの、そうなの、感じ初めて、あ、そうなのいちごはどうしたのか、まあ私と一緒のことですね、もう明日が早く来てほしい明日が早く来
してほしい。そうすれば言えるから。そう、感謝サークしてるのか、そういうこと。いちごの部屋にあるぬいぐるみ半分私取ってる。え、全然あると思う。いちごの家いっぱいある。パッツン召喚好きすぎる。パッツいいよね。たまに私分け目作ったりするけど基本パッツンだからね。そう、怖くて寝れない。いや眠れる大丈夫よねえ女子。うん、そうだよ。明日の発表は、明日の発表はなんか悲しいこと？悲しくない。卒業じゃないね。卒業じゃないよね。卒業じゃないし。卒業教師でもないね。悲しいことじゃない、ね？大丈夫らしい。そう。サイトずっとチェックしそう。そう、一緒に楽しめる。そうだね。みんなと一緒に頑張れたらいいってことかな。そうだよね。らしい。留年。違う。仕事いつも手につかないけどやばい。手について。腹話術。言えなかった。腹話術。こんにちは、こんにちは、僕はおしゃれのジョージ。若干口が開いちゃってるけど、難しい。こんにちはこんにちは、私はじゃない、こんにちは、僕はおしゃれのジョージ。今日はフォークとナイフを持ってこれからご飯に行ってくるよ。さあ、こうやってジョージ共演やばい。ジョージ腹話術うまい。本当これできてるの。でも口が若干開いちゃう。んー僕の名前はジョージ。黄色いおじさんが大好き。難しいね。ちょっと難しい。いや腹話術得意なの。え、二人も得意なの。そうなの。初めて一緒はうまい。やった。腹話術やったやった。今日さ、あれな、さっき話してたじゃん、あの自分はレッスンじゃないけどちょっとだけレッスン場に行ったって話。イータの卒業公演のレッスンをしていたんだけどね、イータの卒業ってなったさ、ドレスがあるじゃん。どんなのだと思う？私はまだ見てないんだけどさ、イータのドレスどんな感じなんやろうって気になる。お嬢様って感じなのかな。サイリウムカラーとかがいっぱい使われてるのかな。気になるよね、卒業ドレス。豪華そう。わかる。キラキラとかいっぱいついてそう。できそう。そうだね。自慢やばい。自慢はやばすぎる。でもきっとさ、ね、卒業発表からあまり時間がなかったのにさ、大変よね、そういうのにするのも。愛があるからだ。王道アイドル的。え、どうなんだろうね、ゆいたん。気になるや。ゆいたんは細いし。どんなのでも似合いそう。そう。いったん、どこ行っちゃうの？名前変えたけど誰かわかる？ユーニャン。アバターがそうだと思う。高いんでしょ？ね。うん。かな。楽しみ。ティアラは、ティアラとか確かに絶対似合うよ。ゆいた似合うね。私はまだ会場に行けるのか行けないのかは決まってないんだけど、今確認中だから
でもあのエディオンだとそういけない可能性があるから、カートルならほぼ格でいけるけど、そうエディオンだとあのその離れて見るスペースっていうのがあまりないから、ワンちゃんいけない、いつかそういけなかったんよね。リエチの時かな、カナとかが来てくれることになってたけど、エディオンだから今回無理ですってなってたし、いけるかわかんないね、わかんないですね。いけたらいいけどね。そういけるかわかんないよね、エディオンだと水曜コンいけると思いない。ああ確かにね、同期のその今までリエとかね、カヤスミンとかは卒業研究生だったから、卒業公演ってなついてなかったからさ、そうこうやってちゃんと卒業公演って違うねついて卒業していくの初めてだから寂しいね。次は見送りたい、見送りたいよね。見学できなくても裏に入れるだけでもう私はいいんだけど、全然行きたいね。そうそうな、初めてなんよね、こうやってちゃんと卒業公演ってついてるの。今まではねそうみんな研究生だったから悲しいね。今日私いい担当だった、会えてよかった。今度の話し会はあるのか、でももう多分ゆい担当会えるのは数回よね、会えて2回とかか、やばいねやばいね、会ってしまったな3期生も、悲しい。ヨタ離脱の、ヨタ離脱のおたまり一人になっちゃった一人になっちゃったよ、あっという間、ほんとだよ、1年半でこんなにもこんなにもいなくなっちゃうなんて。1年前までは14人いたのに、もうすぐ9人だよ、やばいよね、寂しいね。これ以上減らんといいよね。そうだよね、ほんとだね。有配信はそうだね、意外とゆいたんの最終活動日まで副フェスのレッスンとかも私入ってたりするから、そうなんよ、ついに一桁やば、一桁やばいよね、寂しい。専用劇場、あ欲しいね、東京の、東京のあの劇場は月何回ぐらい公演するんだろうね。みんな SNS 多い、あカスミ、カスミ以外がしてるかな、カスミとリサコ以外、ナーミャンと、ナーミャンとリエッチはしてるね。でもたまにナーミャンの TikTok にリサコが出てるそう月1やと思ったらもうちょいやるっぽい、あーなるほど。で今とりあえず3公演ぐらい発表されてるよね。ね、卒業して参ったらいい。確かにエイタンは東京だし、そっちの方は仕事行った時とかに会えそうだけどね。リエチもリエチに会おうねって言ったら、リエチも会いたいって来た自分のことを、自分のことをリエチって言ってて可愛い。そう新公演も確かにどうなるんだろうね、わかんないよね、私たちも何も知らされてないやね。フェスとか一緒に出ることあるかな、どうだろうね。リエリンリエリン、でも久しぶりに LINE したしよかった。
秋がない。確かにもう冬だよね。そうだよね。ももさんは確かに確かに確かにね。アンナさんともいつか会いそう、いつか会えそうだよね。最近寒くなってきたよね。あったかいの出したもん私も。でもこたつの出すタイミングだけはねまだね掴めてない、まだ出してないんだよね。衣替え、そう今日も長いようにした。今ちょうどあれじゃない、エアコン冷房も暖房もつけなくてちょうど過ごしやすいぐらいじゃない。私的には一番温度感は過ごしやすい。そう昔に感じる。寒くなってきたね。黒のそう小さいハートがついてる、可愛いよね。先輩と一緒だったね。卒業されたメンバーさんとフェスでお会いすることきっとあるよね。ね、確かにちょうどいいでしょ。今ちょうどね何もつけなくて過ごしやすい。ハーフでハーフパンツ、そう俺の下は短いの最近空いてるね。こたつ出したらみかんの差し入れ、やばい。みかん食べたい、みかんみかん美味しいよね。柿なら今家にある、柿と柿ならあるね、食べよ。じゃあ壇上呼んで終わります。18から18位ももさん、17位しろたんさん、16位リネアとくざみさん、15位ゆいにゃんがオンリーワンでしたさん、ありがとう。10位ヤオタとつまみーさん、13位ナオニャーとレアかわいい奥田ゆいなちゃんで、頭がいっぱいヤオさんありがとう。12位ナスちゃん、11位トマトさん、トップ10、10位なるみあと銀河とフェストナイクルト、いろいろ当ててくれてるんだね、ありがとう、楽しみにしてる。9位イケビさん、8位オーツアットンさん、7位スプマテさん、6位転生してもゆいにゃんに一通ちゃん、カズカズくんありがとう。そしてトップ5、5位トーマさん、4位マカートおつままにゃんさん。そしてトップ3、3位ヤマシーさん、2位うまちゃんとヤミーさんとおつまみんヒヒヒヒヒヒさん。そして今日の第1位はどこ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 どん、今日のランキング1位はこがやさん、ありがとう。ありがとう。明日も多分こんぐらいの時間に配信をするんだけど、そうさっきも話してたけど、みんなと話したいことがあるから、よかったら明日は来てね、時間が空いてればぜひ待ってます。待ってるよ。明日いろいろ予定が詰まってるから、そう楽しみだね。明日はきっとメイクもしてると思う、珍しく。そう明日は気になってすぐ寝そうです、寝そうなんかい。そうまた明日だね。そう卒業ではない、本当に大丈夫。じゃあまた明日でいいぞ、スクショいいよ。久々のポニテだ。バイバーイ。またねー。明日は帰ってき次第配信しようかな。そう。また明日。かわいいジョージ。Honey.